はい、皆さん、こんにちは。建築の大学教授で不動産投資家の三河です。三河こと原口秀明です。この本を使って構造力学の講義を進めています。構造力学が苦手な学生さん向けに、毎回1台ずつ、なるべく丁寧になるべくわかりやすく説明しています。1日1台ずつ欲張らずに、毎日主義で根気よくやってください。剛力マラソンと呼んでます。それでは行きます。今回は R125、これもまた新しい問題になってきましたけども、崩壊荷重の問題です。崩壊荷重。今回は梁の崩壊荷重ですね。このような梁、まあ不正定ですね、これ。これがないと、肩持ちだと正定ですけど、これに支点が切ってしまうので、不正定と。ローラーが来てるんで、不正定ですね。で、崩壊メカニズムを示したと。荷重 P を増大させたときに、このような崩壊メカニズムを示したと。で、この崩壊メカニズムの時の梁の崩壊荷重 PU、PU を求めようと。いうこと。で、前組成モーメントは MP とすると。梁の前組成モーメントは MP と。MP になったらですね、MP になったらぐねっと曲がってしまうということですね。こう、普通に男性状態が MP に到達するとぐねっていってしまうと。同じ M でぐねっていっちゃうと。ぐねっていくということですね。で、甲の場合は前組成モーメントって言って、前断面が組成化するわけです。で、RC の場合は、引っ張り側が割れてですね、これ鉄筋だけになって、鉄筋の降伏点になると、鉄筋がぐねーって伸びて、これがぐねーっていく。これ終極モーメントって言いますね、終極モーメント。で、まあ、いずれにしろピンに、どっちにしろ S でも、RC でもピンになってしまうということです。ピンといっても、こう、くるくる回るピンではなくて、ギギギギギって感じですね、ギギギギギって感じで曲がっていくと。エネルギーを吸収しながら曲がっていくピンですね。で、これを解くにあたってですね、ちょっと復習ですね。中学、高校、まあ、高校かな。高校の数学の復習で、弧度、まず弧度を覚えましょうと。まあ、知ってる人は、もう一回、覚え直すと。基本なので。で、弧度、シータは、R 分の L と。弧度は、円弧の長さ割る半径と。要するに、半径の何倍か。この弧の長さが、この弧の長さが半径の何倍かが、弧度ですね。で、弧ある半径なので、R 分の L なので、こう、単位がないんですね。センチメーター分のセンチメーターで単位がないと。センチメーターが切れて、センチメーター分のセンチメーターとか、ミリメーター分のミリメーターで、単位がなくなるということですね。これ単位がなくなると。例えば、円一周はどうなるかというと、円一周は、2πr ですよね。直径かける半径で 2πr。で、これを R で割ると 2π ですね。なので、円一周の弧度は 2π ですと。まあ、数学でやりましたよね。三角関数でよく出てくるやつですね。で、この比を使うとですね、数学として扱いやすいんですよね。数学とか物理で扱いやすいので、この360度のやつよりも、こっちの方を使う傾向にあるということです。あとですね、これ立体になって、これも、建築でよく出てくるんで、覚えておいた方がいいかなと思うんです。立体角ですね。こう、例えばグネグネっていう、この、面積 A があって、これ R と Q、これ Q ですね。で、ここの立体角オメガっていうのも定義されてて、この面積と半径で定義するんですね。オメガイコール R 二乗分の A で定義すると。これが立体角でですね、これ立体角、立体角といって、これも覚えておいた方が、知らない人は覚えておいた方がよくて、単位がなんだっけ、ステラジアンだっけな。ラジアンで、こっちがラジアン、こっちがラジアンで、こっちステラジアンです。で、R 二乗、なんで二乗にするかというと、この半径によらずにこれ一定なんですね。例えば R が1だと A ですよね。で、R が2になると、A もこう、A が4倍になるんですよね。こうなると4倍になるんですよね。2人が C で、2乗になって4倍になるんです。これ相似で、習ったかもしれないですけども、相似で1対2だと、面積は1対2の2乗になって4倍になると。でも R の2乗で割るから一緒と。この Q の大きさによらずに一緒になるわけですね。要するに上がセンチメーターの二乗で下がセンチメーターの二乗でこれも比になると単位はないんだけども無理やり単位を作ってるわけですね。こういうふうに単位書かないと分かんなくなってしまうんで単位つけてるだけでこれ比ですね。でこっちも一緒で弧度も一緒で、ラージアンって単位をつけてるけども、まあ、実質的な物理的な単位はないということです。長さ割る長さなんで物理的な単位はないです。これ覚えましょうと。θ イコール R 分の L で覚えといて、そうすると L イコール Rθ ですよね。まあ、この式もよく出てきますんで、覚えましょうということですね。いいですかね。θ イコール R 分の L。
で、L イコール Rθということですね。覚えましたでしょうかね。で、あと、タンジェントです。まあ、似たようなやつで、まあ、似たようなっていうのは、まあ、いいや。タンジェントは、X 分の Y と、傾きなんですね。傾き。例えば、この直線の傾き Y イコール MX っていうのは、この M はタンジェント θ。ここを θ とすると、タンジェント θ になるということですね。こういうふうに覚えましょうって中学校で習いましたか。あ、中学校じゃないか。高校かな。あれ、どっちだっけな。まあいいや。まあ、これは習ってますよね。で、X 分の Y がタンジェントと。これ知っておくと、すごい便利ですよと。何が便利なんだ、この野郎と言うかもしれないけど、例えばですよ。ここ、まあ木の高さ測るのに、木登ってメジャーやるのはおバカさんで、木から少し離れて、あ、一番わかりやすいのはあれですね。こう、例えば塔の高さを測るのに、塔に登るよりも、こう、ちょうど45度になるような角度に、例えば45度になるようなとこまで行ってですね、まあ、地面から見て45度ですよ。で、この長さとこの長さ同じなので、塔の高さがわかると。ここからここはメジャー簡単に床に当てればいいから、地面に当てれば測れるんで、あるいは歩数で測って、で、10メーターぐらいかなとかすぐ分かると。まあ10メーターのちょっと低いか。まあ20メーターとかね。50メーターとかもすぐ分かると。ということですね。で、目の高さでやる場合はこうやって、目線の位置で45度取って、で、この自分の目線の高さ、例えば 1.5 メーターを足し算すれば、この距離がこの距離に、例えば30メーターなら、こっち30メーターで、自分の目の高さ 1.5 なので、31.5 メーターとすぐ出ると。まあこれと同じようなことをタンジェントでできて、これ45度って言ってたけども、例えば20度とか、こう、場所がなくて70度とかいう時があって、その時も、タンジェント70度は数表に出てるから、それかけるこの長さで、ここが出て、で、あと三脚の高さ、目の高さで足し算すれば、高さが簡単に出ると。という感じで、非常に便利だからこういうのを使ってるということですね。この2つ非常に基本なので、物理の基本なので覚えちゃってください。θ イコール r 分の l で、l イコール rθ と。あと、タンジェント θ イコール x 分の y と。x が横で、y が高さと。で、θ はここと。これ、動径って言って、こういう、この θ がこう動くときに、この傾きがタンジェントで、で、この、例えばここは1、半径が1の場合、ここ、x が、cosで、y がsinになるんですね。まあ、知ってる人は多いと思いますけども。で、次いきます。θ イコール r 分の l で、今の弧度ですね。あるいはタンジェント θ イコール r 分の y で、まあ、ここ R、ここ X を R に置き換えただけですけど、θ が非常に小さいときは、タンジェント θ イコール θ と。あ、これ、物理でよく出てくるんで、θ が非常に小さいとタンジェント θ イコール θ と。ことですね。いいですかね。これ分のこれは、θ とほぼ等しくなるということですね。R 分の y で、θ がすごい小さいとですね。要するに y が小さいと、y と l がほとんど近くなるんですね。こっちが湾曲してて、こっちまっすぐですよね。y がまっすぐ縦に行って、l はこう円弧になってるけど、円弧とこの距離とこの距離がほとんど一緒なので、タンジェント θ と、r 分の l と r 分の y はほとんど一緒という、感じになるということですね。ですかね。まあ、これ、今回使いますんで、これ覚えてくださいと。で、この、グラマーのお姉さんがこう、解説してると。で、タンジェント θ イコール θ、約 θ は、ニアリーイコールと呼ぶのか。タンジェント θ イコールニアリーイコール θ は、タンジェント θ ニアリーイコール θ はよく出てくるわよと。で、弧度イコール半径分の弧の長さで θ イコール r 分の l と。これですね、これ。で、タンジェント θ イコール x 分の y と。θ が小さいときは、タンジェント θ イコール θ と。これが今回使いますね、これ。で、下行って、あと仕事の復習ですね。仕事っていうのはこの力かける、x ですね。この動いた距離です。これ動かないと仕事したことにならないですよ。これ、まあ不思議なことにですね。これ全然動かないで、いくら押しても動かないと、この人は仕事したことにならないということですね。実際の仕事もそうですよね。効果が上がって初めて仕事したことになって、いくら頑張っても効果が上がらないと仕事したことにならないのと一緒で、物理でも、これは FX が仕事量になるわけです。仕事になるわけです。仕事。力かける、距離ですね。例えばニュートンメーターとか、こういう感じになりますね。ニュートンミリメーターとか、こういう感じになると。これが仕事ですね。
これも覚えてください。忘れてる人は覚えてください。今覚えてくださいね。力かける距離が仕事です。で、こっち行って、今日基本事項が多いですね。仕事の単位は力かける距離なのでニュートンメーターと。で、ニュートンメーターはジュールですね。ニュートンメーターはジュール。だからジュールっていうのは組み立て単位になって、ニュートンとメーターを掛け合わせた単位ですね。まあ、両方とも人の名前なんで、とりあえずつけたんだと思います。有名な人の名前なので。で、物理学者の名前なので、とりあえずつけたんだと思いますけども、まあ、とりあえずって言ったら失礼ですね。有名な人の名前つけたんですね。で、M のする仕事 W は M シータの、あ、これすごい大事なんで、これそっくりそのまま覚えてください。M のする仕事、M、こうあって、こう M かかると。M、例えばここだったら F かける。この腕の長さ F かける、ここが F、ここ力が F としたら、これ L としたら F かける L が M なんだけども、モーメントですよね。で、シータだけ回したら M シータだけ仕事したことになると。これ、丸暗記です。丸暗記。M シータですね。FX と同じで丸暗記ですね。M シータ。いいですかね。で、なんで M シータになるかというと、ここに書いてあって、これもノートで自分でやってみるといいと思うんですけども、M イコール PR ですね。ここ P としてこれ R とすると、腕の長さかける R と。今回は ここが R として、この力を P とするから PR ですね。PR。M が PR と。だから P イコール R 分の M になると。P イコール R 分の M で表すと R 分の M になると。で、θイコール R 分の L ですよね。これ、弧度の定義で、さっき言った、弧の長さは半径の何倍かっていうのが弧度ですから、θイコール R 分の L で、これを変形すると L イコール Rθ と。ですよね。で、P かける L。P、P を力をかけて、こう L、こう、円弧状に動いたと。P が常にここに直角にかかっているとして、そうすると、P かける L が力のする仕事ですよね。で、イコール、この R 分の M かける、こっちの Rθをかけて、で、R がこう消えてですね、Mθって綺麗な式になると。これ自分で解いてやってみてください。割と簡単にできますんで。僕が説明してると難しく感じるだけで、紙で自分でやってみると簡単ということ、まあそういうのはよくありますよね。で、モーメントのする仕事イコール、M かける θ ですね。これもう完璧に暗記と。で、全組成モーメント MP で部材を θ へ回転させると同じように、MP のする仕事は MP かける θ となると。だから、ここで、組成比になったら、こう、ぐーっとここが、ここ θ 回るとしたら、θ ここ、ここからこう θ 回るとしたら、ここの、全組成モーメントここの点に、全組成モーメントがかかってるわけですよね。このグネーって曲がるやつ。グネーって曲がるやつがかかってて、そうするとその MP かけるこの θ が、この全組成モーメントのする仕事になるということですね。いいですかね。MP のする仕事ということです。あと、これは何、エネルギー保存則の話で、エネルギーとは仕事をする能力のことですと。まあこれもほとんどの人は知ってると思うんですけども、瓦を屋根の上に、例えば僕が運ぶと。苦労して運ぶと。それは仕事になるということですね。それは仕事になると。例えば、瓦の質量が M として、そうすると、下に MG の、G は重力加速度で、の力で、下に引っ張られるところ、瓦だとして。それを、H だけ持ち上げると、MG×H だけ仕事をすることになるよね、僕が。力×距離が仕事になるんで、MGH が仕事になると。で、それが、瓦の位置エネルギーになると。位置エネルギーが増加したこと。瓦を上に乗っけると、屋根の上に乗せると、位置エネルギーが増加すると。瓦の位置エネルギーが増加したこと。仕事分増加したことになると。いうことですね。で、その瓦が落ちて、ガチャンと落ちるとですね、落ちると、この MGH が全部運動エネルギーになると。で、運動エネルギーは同じですと。ここがバッと落ちるとですね。同じ分は運動エネルギーになると。まあ、物理知ってる人は2分の 1mv の事情になって、これがイコールになるということです。そうすると V が求まるんですけども。で、さらにそれがガチャンと割れて、粉々になるっていった場合、何になってるかというと、音のエネルギーとか熱のエネルギーに、運動エネルギーが変わってると。で、全部トータルすると一緒ということです。ですから僕が仕事した、仕事した、まあそれも仕事もエネルギーって言ってもいいかもしれないですけども、僕がご飯食べて、エネルギーを蓄えて、そのエネルギーを使ったと。で、それを仕事をして MGH になって、瓦が上に乗っかって、その瓦が落ちて、運動エネルギーになって、それが、最終的に熱とエネルギー、熱エネルギーと音のエネルギーで消えてしまったということです。で、熱エネルギーがもう拡散して、見えなくなってしまったと。で、
この今回の問題はですね、外力のする仕事イコール内力のする仕事で解くと、エネルギー保存則ですね。内力っていうのは応力ですね。だから外からこうぐーっと力が加えると、そうすると中に応力が発生する。応力って内力ですね。部材の中に応力が発生して、その応力によってこう曲がると、こっちも曲がる、こっちぐっと押さえてたのがこう曲がって、でこっち押さえてたのがこう曲がってて、こことここが、変形するわけですね。それが等しいと置けば、いいということですね。この式を立てれば問題が解けるということでいきますね。今回ちょっと長いね、長くてすいませんけども、デルタと置くんですね。ここをへこむと、針がへこんだのをデルタと置いて、分かんないところもどんどん記号に置き換えていくと。でここヒンジがこう回転するから、ここシータと置くと、ここシータと置いて、ここデルタと置くと、この2つを置くわけですね。2つを置くとで ここで一つまた数学が出てくるんですけども、ここが2シータになるんです。ここがシータだと、ここが2シータになると。なんでだっていうと、こっちもシータですよね。これ、等辺三角形なので、ちょうど真ん中ですよね。これ確かちょうど真ん中なので、ここで折れ曲がると二等辺三角形になると。そうするとこっち側もシータになるんですよね。二等辺三角形なので角度等しいですね。なのでこっちもシータになって、でこれ知ってますよね。知ってますよねって言うと怒られるんだよね。ここシータで、ここシータだと、ここが2シータになる。これ知らない人覚えちゃってます。こことここを足したらここになると。これどんな三角形でもそうですよ。こことここを足したらここになるということですね。いいですかね。いいでしょうか。まあこれはもう覚えちゃってくださいね。これは覚えるということでいいですかね。まあこれなんでかっていうと、例えば平行線を引いて、これとこれが錯覚で等しいと。で、これとこれが錯覚で等しいが2シータということになるけど、まあ覚えちゃうと。で、これ30度、60度だったら、ここ90度とかね。ということで、これ足すこれはここになるということです。で、シータ2シータになると。で、こっちの仕事は PU の仕事なんで、PU が押して、デルタ動かすんで、PU デルタになるということですね。これ、崩壊荷重です。崩壊荷重 PU かけるデルタと。で、これは、例の式が出てくるわけです。これ。2分の L が半径で、ここがシータなんで、2分の L シータとやってもいいですし、これタンジェントとしてですね、2分の L かけるデルタが、2分の L 分のデルタがタンジェントになるんですよね。ここに書いてあるんだけども、これ2分の、こう上下ひっくり返してますけど、2分の L 分のデルタがタンジェントになると。ですよね。で、これが、タンジェントが非常に小さいんで、これがシータに、等しいっていうのをさっきやったやつ。なので、これからデルタイクロ2分の L かけるシータと考えてもいいと。タンジェントが、シータが非常に小さいと、タンジェントシータイコールシータになるということを使うと、これが出てくると。2分の L 分のデルタがタンジェントなので、で、これ、ここからデルタイクロ2分の L かけるシータになると考えてもいいですし、半径分の弧の長さ。だから、半径分の弧の長さだから、こうなってると考えて、ここシータで、これ2分の L で、ここは、ここの半径はいくつかっていうと、ここの長さはいくつかっていうと、半径かけるシータだから2分の L シータ。まあ、こっちの方が楽かな、考え方として。ただ、円弧になってて、実際はこう垂直にこう PU は垂直に働くんで、円弧はやっぱり近似になってるんですよね。本当はこの長さが欲しいんだけども、円弧になってるから近似なんですよ。でもシータが小さいと円弧とこの長さは、ほぼ等しいとして、この長さイコール2分の L かけるシータにしてるわけですね。だからこの長さかけるシータでこの長さを出してるということです。いいですかね。あるいはタンジェントとして2分の L 分の、こいつデルタがタンジェントになると。で、タンジェントの小さい場合はシータと同じだってことからこれが出てくる。でもいいですし、まあこっちの方が楽かもしれないですね。こう考えて、こうにぐるっと回ってこう考えると。これは2分の L かけるシータ。この長さは2分の L かけるシータ。正確にね。ただし、PU が押す力はこう垂直に働くんでこっちになるんで、ここで近似が出てくるわけです。2分の L かけるシータですね。で、2分の L かけるシータが、PU かける2分の L かけるシータが、この PU のする仕事、外力のする仕事で、この内力のする仕事は、この MP、MP で、この、
前走線モーメントで MP でこう曲がると、θ曲がると、こっちは MP でこう MP で 2θ 曲がってると、これ両方ともヒンジ化してるので、組成ヒンジになってるので両方とも組成モーメントで曲がってるわけですね。組成モーメント以上にはならないです。組成モーメント以上には絶対ならないんで、全組成か、あるいはこう終極モーメントで、それ以上にはでかくならないと。 MP はですね、 MP は何って書いてあるかな、 MP は全組成モーメントなの、この場合こうですね。で、全組成モーメントなので、これ以上大きくならないんで、これの力で θ 曲がって、この力で 2θ 曲がってるはずです。両方とも針が曲がってるんで、針がこっちもこっちも針が曲がってるんで、両方とも MP で曲がってるはずです。で、こっちは 2θ こう多めに曲がってるんです。こっちは多めなのに θ にしないでね、こっち、2θ ですね。で、それを式に表すと MP×θ 足す MP×2θ で 3mpθ になると。こっちはね、内力のする仕事は 3mpθ と。で、外力のする仕事は pu×2 分の l×θ。で、これは等しいはずだというんで、こうなってですね、pu×2 分の l×θ イコール mpθ。で、ここ θ が消えるのがミソなんですよね。両側でこう、両辺を θ で割って、シータで消えるから最初に仮定したシータは、最終的に邪魔じゃないですか。それを問題に与えられてないんで。で、シータを求めるんじゃなくて PU を求めるわけですから、PU はこれこの式から、2をこっち持ってきて L を下持ってきて L 分の 6MP と。これが答えです。いいですかね。ちょっと今回長かったですけども、最後のここですね。PU かけるデルタを求めて、で、このデルタは、この2分の L2 個動をかけて、出るということですね。で、あとこの、mθ という公式を使って、モーメントのする仕事は mθ という公式を使ってですね、こっちは θ 動いて、こっちは 2θ 動いてるんで、全部で 3mpθ になって、それこれとこれが等しいはずと、等しいはずから pu を出すと、θ が消えるということです。だからデルタと θ は消えるんですね。デルタと θ は消えますと。途中で消えて、pu だけ残ると。pu が求めたい。どれぐらいで壊れるかという PU を求めたいわけだから、このようにすると。シータを求めたいわけじゃなくて PU を求めたいということですね。で、まとめとしてですね、デルタシータを仮定すると、デルタとシータを仮定して、そうするとここにシータになると。で、デルタは、これで求めてもいいし、デルタイコール、半径の2分の L かけるシータで、まあ、こっちの方が楽かもしれないですね。で、求めると。で、外力の仕事イコール内力の仕事で PU デルタイコール MP の仕事の合計、だから mpθ 足す mp2θ で 3mpθ イコールにして、で pu を求めるということですね。デルタと θ を仮定して、デルタを θ で表して、まあ2つ仮定して、こいつは θ で表して、デルタを θ で表して、θ だけの式にして、で両辺に θ を持ってきて、で最後 θ が消えて pu の式が出るということです。よろしいでしょうかね。このモーメント割る長さになってるんで、モーメントというのは例えばニュートンメーターなので、で、メーターで割るとニュートンだけ残って力の単位になってるんで、単位的にもこれが正しいと分かるということです。はい、今回はですね、ちょっと長くなりましたけど、基本を復習して長くなりましたけども、針の崩壊荷重について、PU について説明しました。まあ、ちょっとでも分かりやすかったと思われる方は、いいねボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。それではさよなら。